日かな、一昨日前、朝倉選手がコメントしてくれて、今回の試合盛り上げてくれたんですけども、僕朝倉選手と戦えるように実力つけてここから上がっていくんで、その時は俺と戦ってください。お願いします。二刀流を体現します。チャンプのように頑張るんで俺を見てください。有言実行します。ほんま予想通り、予想通りって僕ずっと言ってましたよね、中堅選手だったら。はい、はい、選手は誰と戦いたいとかっていうのはあるんですか？あ、ピットブル選手です。はい、あ、もちろんですよ、ね、はい、あ、ピットブル選手、ピットブル選手、格闘技、まあ、さっきも言ったんですけど、格闘技の醍醐味って強い選手に勝ったらそれ以上の選手と戦えることが僕は魅力だと思ってるんで、ピットブル選手に強い選手をとやるか、ピットブル選手、ピットブル選手が1位なんですよね。そう、チャンピオンです。ピットブル選手、ピットブル選手よりも落ち着いてくる今は現役王者だから、やつ以上の選手は、まあ、ベラトールの中でいうと順位の中ではいないよね、チャンピオンベルト持ってるわけだから。だからそれが答えです。じゃないと僕燃えないですもん、うん、なんで強い選手に勝ったのにそうじゃない人とやるんだろうっていう、うん、なんかミクル選手が多いみたいですね。おー、そういうことですね。どうですか？でもこれもちょっと嬉しいですけど、うんうん、でもみんなわかるじゃないですか。だってクレベル選手にやられて、まあ、ピットブル選手やってないんでわからないですけど、なんで俺はピットブル選手に勝ったのにそっちでやるんだってなるじゃないですか。流れ的に多分みんなが納得しないですよね。なんで今朝倉選手なのって、ピットブル選手に勝ったのになんでってなるじゃないですか。僕も今だったら気持ち上がらないですし、ピットブル選手に勝ったんだったらピットブル選手以上か、ピットブル選手じゃないとエンジンかかんないですよね。